写真拡大。ロテ 7-4。画家の採点の力を借りても、ロッテ相手の同一カード3連勝はならなかった。ソフトバンクは2回に長谷川優也の今季2号ソロで先制するも、先発の大竹耕太郎が4回にソロ3被弾で逆転を許した。直後に長谷川の犠牲で1点差とするが、6回にも5本目となる被弾などで3失点。7回にも鍛冶屋ハスが1点を失って試合を決められた。打線はロッテ投手陣の前にわずか4安打に抑えられた。工藤浩康監督は大竹について、立ち上がりはいい形で入れたと思ったんですけどね。まっすぐの走りも良かったですが、狙われたというのはありましたね。まあ、映像を見直して何かアドバイスができればと思いますと分析。5試合連続で4失点以上を喫しているが、切り替えてまた1週間しっかり調整してとローテから外す考えがないことを明言した。敗れはしたものの2試合ぶりにスタメン出場した長谷川が先制弾、岐阜の2打点。勝負強さを見せたベテランにいい働きでしたね。常にコンディションをいい状態にしてもらえればと語った。また、途中出場ながら3試合連続打点をマークした栗原亮やには、いいバッティングでしたね。途中からマスクもかぶっていいリードもしてくれましたと称えた。このカードはロッテに勝ち越したものの、同一カード3連勝はならず。ここまでは運が悪くなっているので、悪い部分をしっかりと見直して、また次に当たる時にはいい戦いができるようにしたいですねと、2週間後の敵地での戦いを見据えた。藤浦一斗、風と藤浦。